本当に。はい、続きましょう。おはようございます。私はマーロン、ブラジル人です。ありがとうございます。時差が違うでしょうね。ブラジル人の方がなんと日本語で送ってきました。ハイスクール DD のファンです。今日見てますかね。はい、SS に対する私の提案は3つですと。はい、一世とイリーナなんですけど、一世とイリーナが幼少期に関する、短編小説、うん、はい、ハーレムとのやり取りをする、一世の日常、うん、また、明野が一世と一緒に母親の墓石を訪れ母親に彼氏を紹介する短編小説、うん、これ今までいいですね、はいはいはい、っていう3つをこう挙げていただいております、ブラジル人の方、イリーナとか明野とか結構やっぱりこう、うん、何でしょう、コアなところ、リアスではなく、やっぱこう、いろんなヒロインを見ていただいてるんですけど。明野の話やってあげたいですよね。そうですね、この話結構いいですね。すごいですよね。明野の話掘り下げる意味でも、なんか、母親の墓石っていうか、まあ、お墓にね、訪れてね。そうですね。これは確かに、明野も人気キャラクターですから。まあそうですね、スラッシュドッグでもね、結構触れられたりもしてますし。そう、これ確かに短編向きだしね。そうですね、うん、確かに短編でやってあげると結構いいかもしれない。いやー、ブラジルからの提案が地球の裏から、地球の裏からありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにイリーナはどうですか？イリーナもいいと思いますよ。ああ、なるほど。なんかでもそうですね、結構幼少期の話ってやってるところもあるから。あ、まあ確かにそれもそうですね、うん、結構イリーナ出てくると結構コミカルになるっていう。そうですね、そう、うん、あるんですけど、やっぱでも、まあ確かにイリーナ単独の話っていうのが結構少ないかなと思うんで。そうですね、確かに、うん、割と教会トリオが、そうそう、いつもまとまっちゃってるんで、まとまって出てきたりするので、うん、確かに、まあ、非常に、じゃあこれももしかしたら、採用されるかもしれません。はいはいはい、はい、じゃあ続いていきます。